こんにちは。外資転職チャンネルのスティーブン・ポングです。今回の動画のテーマは、外資のプロジェクトマネージャー面接で、好位品質で必ず聞かれる英語質問全9問の準備と対策について、ワンポイント解説したいと思います。外資のプロジェクトマネージャー英語面接で、彼らが確認したいことは一つです。チームワークと顧客志向の適合性、応募先企業のステークホルダーに通じるかどうか、これを確認したいのです。Tell me about yourself。簡潔に論理的な構成で話せるかどうかの確認です。Tell us 問題解決能力や論理的思考、そしてリーダーシップスキルについての確認です。How do you prioritize tasks in a project? これも論理的思考、業務委託の意思決定、時間管理ができるかどうか、このあたりの確認です。What was your most successful project? あなた自身の強みの認知、リーダーシップやチームマネジメントの能力の確認です。What's your experience with budget management? コスト管理、交渉スキル、問題解決能力の確認。How would you create an environment of collaboration on your team? チームのモチベーションを上げる能力を持っているのかどうか、コミュニケーション能力やリーダーシップスキルの確認です。Describe your experience in this industry. 業界を理解した上であなた自身が新しい職場で共有できるスキルを持っているのかどうかの確認です。How would you handle A staff shortage. 問題解決能力と交渉能力の確認です。How would you deal with コミュニケーション能力や人との接し方、人身掌握術の確認です。外資のプロジェクトマネージャー転職は準備が全てです。過去のプロジェクト履歴の中で一番チャレンジングなプロジェクトを棚卸しをします。 厳しい制約や制限などの環境の中でどのようにゴールへと導いたのかを簡潔に説明します。最も重要なポイントは学びと他者へのインパクト。この2点です。今回紹介した内容を参考にぜひ、外資のプロジェクトマネジメント転職を引き寄せてください。Okay, thanks, bye!